何かとお世話になりました。2024年の1月からエントリーして1万5000円を投じてきた銭形システム、ゼニオですけども、この度10月1日を目の前にして9月29日めでたく120ドルになりました。先日のね、石破ショックの直前に解約していればもうちょっと利率が良かったのかもしれませんけども、これはもう仕方がありません。120ドルになりましたので、ちょっとね、寂しいながら売却をかけてみようかと思います。こちらのどこだ、出金買取申請に行けばやってもらえると思います。配当報酬明細って見てみましょうか。あ、こういう風に出てますね。まあ、ちょっと名残惜しい気もしますけども、とりあえず試してみましょうか。これを120にして出金申請をするっていう形にします。出金申請額が配当報酬の合計を上回っています。え、どういうこと、どういうこと、ご利用可能な配当、え、20しか出せないのこれ、なんでよ。買取申請、あ、これを買取申請出せばいいんだ。じゃあそれぞれにするってことか。じゃあ出金申請は20でかけて、なんだよこれ、下ろせねえじゃん。そういうこと、ちょっとこれやられましたね。20は出せないし、この NFT100 を買取申請出そうとしたら、こっちの20は永遠と出せないし、なんだこれ。いや、これはちょっとやられましたね。まあでもこれ NFT100 だけでも買取申請かけておこうか。何これ、95損じゃん。どう転んでも損するじゃないか、これは。そっか、これは多分事前の利用規約とかで計算しておかなくちゃいけなかったですね。私ね、これ120をまとめて下ろせるのかと思っちゃったんですよ。まあでも恨みっこなしでこれね、95で買い取ってもらいましょう。はい、買取申請が正常に完了しました。買取手続きが済み次第、申請履歴の項目が振込済みに変更となりますということですね。はい、じゃあこれで私のダッシュボード、120のうちから100が消えました。で、買取申請のうちこちらの残った20というね、今年コツコツ10ヶ月貯めた利息の方は100になるまで下ろせないんで、4年間ぐらいもう今100下ろしましたんで、実質的にはこのまんま20US ドルがプラプラっとしてんのを遠くからぼんやり見ておくしかないっていうことですね。まあいいでしょう。やっぱりね、一通りやってみないとわからないところがありますので、今回このようになりましたけども、別にね、これ騙されたとかなんとかじゃないですよ。もうちょっとよく計算しておけばよかったかなっていうところですね。100ドルで出して120になった時に120を下ろせるかと思ったら、そうじゃないと。100っていう NFT に対して報酬がやっと20ついた段階なんで、ただこのままね、5年間ぐらいこのままじりじりと見ておきながら、その20の報酬が100になるまで待つのはとてもできないんで、まあ、せめて元金に近い金額、95だけでもね、ちょっと引き出しておこうかなと。あとは残り20がものすごく少額増えるのを見るだけになると思いますけども、とりあえずはね、リスクヘッジで今回離脱しようかと思います。離脱っていうか、アカウントは残りますし、20ドルは残るので完全離脱じゃないんですけども、あとはね、このゼニオの行く末を温かく見守っていて、また新たなる機会があれば、100ドルなりね、1000ドルなりね、再トライするっていう形でいいんじゃないでしょうか。じゃあ本日でとりあえずゼニオのレポート終わらせていただきます。また会う日まで。